ゴルフネットワーク。初優勝ってなるとやっぱり大変なんだなっていうのが改めて思いましたね。川村選手ね、ナイスプレーだったじゃないですか。多分来週なんかもバラクータで結果出すというかいい成績になるんじゃないかなと思うので楽しみです。 A オープンは楽しみしかないでしょう。でも個人的にはなんかホブランドがちょっとこう頑張ってほしいなみたいな。どう？ベテラン勢かもね。とはいえ最後は名のある選手が勝つような気がします。分かんないけど いやすごい接戦で、でまあ特にルーキーとかが、まあ、その優勝争いの中にいてすごい楽しかったです。最後あのプレーオフっていう形になりましたけど、はい、あの正規の18番あの最後ボギーパットを決めてのプレーオフという形で、そうヴィンセント・ノーマン、はい、ノーマンのボギーパットはいかがでしたか。もうよく覚えてないんじゃないですか本人がもうよく分かんなくてもう打ったら入ったみたいな感じで、初優勝ってなるとやっぱり大変なんだなっていうのが改めて思いましたね。アプローチの時と最後のボギーパット、うん、なんか自分がキャディーだったらこういう声かけてたなとかっていうのを考えたりします。頑張ってます。あれはもうなんだろうね、あの位置にいるってことはもうそのうち勝つし、この試合で負けたとしてもそのうち勝つだろうなって感じだと思うんで、もう全力で応援するだけですけど、今回だからこれヴィンセント・ノーマンって選手のまあ初めて聞く人も多いと思うんですけど、まあスウェーデン出身で大学はアメリカの大学なんですけど、結構最近スウェーデンが熱いっていうのは、あの先週、まあ、今シーズンかあの、ね、大学からすぐプロになって、まあ、ツアー参戦したエイバーグって選手なんかもねスウェーデンに行ったりするんで、やっぱ改めてやっぱそういう環境、ジュニアの環境っていうのがいいのかなって感じがしたんで楽しみですね。あ、まあ、今回さ DP ワールドツアーとも一緒にこうやってるじゃないですか。でヴィンセントがやっぱりそのアメリカの大学なんだけど、まあ、そのコンフェリーツアー出る前はいわゆるそのなんていうのヨーロッパの方の試合にも出ていて、でそこでパー4でホールインワンしたりとか、あと大学もなんだろうな転校してるんですよね。そう最終的にはフロリダ州立大学なんだけど、その前はジョージア・サウスウェスタン州立大学っていうところで4シーズン過ごしてからの最後のシーズンだけそこ行ったりとかしてて、なんかすごいこうなんていうのかな、自分がやりたいことをしっかり形にしていくタイプの選手だなって感じがするんで、今後も楽しみですね。実績もあるしオールアメリカに上がれてるっていう実績もあるし、あの河村選手今回9位タイに入りました。はい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 、そちら川村選手ね、ナイスプレーだったじゃないですか。そうだナイスプレーってメールしたんだけど帰ってきてないですね帰ってきてないですけど、まあでも本当に改めて元気そうな姿を見れてよかったなと思いますし、まあ、調子がいいのに結果が出ないっていうインタビュー言ってましたけど、本当にそういうことってあって、でもこうやってあ繋がるんだって結果に繋がるんだっていうの思いがあれば、多分来週なんかもバラクータで結果出すというかいい成績になるんじゃないかなと思うんで楽しみです。あの来週の話出たので、うん、来週あの全英オープン、おいよいよメジャー、振りがうまい、ね、振りがうまいね。なるほど、その流れで全英オープンね日本人9人で出場ですけども、しかもこう勢いのある選手が行くんで、で若手、の活躍も楽しみですし、まあ、松山選手もかなり日本で調整してたのかな、分かんないですけど、調子はいいという風の便りは聞いてますんで、まあ、それがいい結果につながってほしいなっていうところですね。であと若手の選手はもうやっぱり今シーズン日本ツアーで盛り上げた選手たちが行くので、まあどうでしょう、やっぱり優勝争いに絡んできてほしいなっていう感じがしますね。あとロイヤルリバプールってあの前々回かな2006年かな時に谷原選手が、ねまあ、上位フィニッシュしたりとかしてたんで、
そういう意味でもなんかいいのかな、相性がいいのかなとか、あとは普段の全英オープンよりもちょっとあったかいですよ、ちょっとこう南の方だったりするんで、だからまあそういう意味でもまあこのなね、常夏の日本から行ってそんなに違和感なくできるのかなっていうところはあるので、まあ楽しみかなと思いますけど。ロイヤルリバプールはなんかどういったイメージがありますか？ロイヤルリバプールは結構フラットに見えるんですけど、そこそこアップダウンがあるんですよ。で、あとはやっぱりグリーンが小さいっていうのと、うん、なんか広々してるんだけどちょっとこう OB もあったりするホールもあるので、結構ティーショットが神経使うとこあるかなっていう。あとパー3がやっぱりグリーンとかやるの結構難しかったりするんで、ちなみにちょっとしたあれですけど、確か海辺のコースでいうと2番目に古いんじゃないかな。へー、それぐらい歴史があって、まあ今年で150何年目だったかな、2019年で150年だからプラス154年目とかのコースですよね。1869年にそうだね、そうだね、1869年、最初は競馬場だったんですよ、ね、あ、そう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 、それが、まあ、ゴルフ場っていうことで始まったと。あとはあれですよね、マキロイがスコーティッシュ買って、で、まあ、調子良くて、で今シーズンって結構なんかいろんなドラマがあるんで、前衛もなんかいろんな背景があるような気がするんだよ、ストーリーか、背景、いろんな背景を持った、いろんなストーリーの背景を持った人が優勝争いに絡んできて、この人が勝ったらこういうストーリーで、この人が勝ったらこういうストーリーみたいなところが出てくると思うんで、まだ寝不足ですねこれマニアックな、ウォーカーカップっていう、はい、まあ、その大会があるんで、それのなんか今回のリバプールって一番原点になったっていうのがあって、まあ、だからいろんな歴史があるんですよ。だからコースも歴史あるし、そういった所属の昔、すごい昔の話なんですけど、全英オープンってアマチュアで勝ったことある人って本当に数人、3人だとか 何人かしかいないんだけど、そのうちの2人はこのリバプールのメンバーだったりとかするしみたいな。今回は現地に佐藤信久さんが行きますんで、その佐藤信久さんが見る全英オープンっていうところが僕は一番注目してて、佐藤さんってやっぱヨーロッパ、ヨーロッパツアー行ってたんでいろんなこと詳しいですし、まあ現地に行っていろんな情報を掴んできてくれると思うので、まあゴルフネットワークを見ているとロイヤルリバプールをこう肌で感じるじゃないけど、すごい近く感じれるような、情報コンテンツになっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、注目選手とか、あ、いいね、さっきの注目選手ね、ストーリーで考えるとなんかこう挙げられる選手って何人かいますか？いい質問それはいっぱいいますよでもやっぱり勝つべき人つんじゃない？だってこのコースで久しぶりに置かれた2006年タイガーでしょ？でその後2014年マキロイでしょ？そういったクラスの選手が多分勝ってくると思う。でも個人的にはなんかホブランドがちょっとこう頑張ってほしいなみたいな、今シーズンすごいメジャーで頑張ってるし、まあメモリアルでも勝ったりとかしてるし、そのメジャーで活躍する姿みたいなとは思いますけど、ね、全員ですね、全員。もうやっぱり私としてはゴルフネットワークは長時間放送するじゃないですか、2時半、お昼2時半ぐらいからずっと放送するじゃないですか。だからお昼ちょっと遅めのお昼ご飯食べながら
ちょっと遅めの夕食を食べながら、ちょっと遅めの夜食を食べながら、それ以外ずっと放送してるわけだから3食ともに、夜食を含めて3食ともに、皆さんと一緒にこの全員オープン見ていけたらなと思いますんで、どう？ベテラン勢かもね。いやーこれわかんない。でも予想するのは楽しいんだよ。外れてもいいかな。これなんでベテラン勢かって言ったら、今シーズンね、リッキー・ファウラーとかジェイソン・デイとかジャスティン・ローズとか勝ったりとかしてるから、久々の優勝ってところで言うと、そういった選手たちがなんか活躍、わかんないけどパッとアダム・スコットなんかもベテラン勢じゃないですか。だからそういった年代の人たちがなんか優勝争いに絡んでくるんじゃないかなっていう第6巻が与えたす何の根拠もないけど、なんかそういうなんか楽しみですよ全英オープンって。やっぱりこうで今までのデータがあったとしても、その週にどれだけはまるかっていうのと、それだけ天候風とかに、ね、とか、あとスタート時間が長いので、どの時間でスタートするかって、この運という部分もすごい大事になってくるので、なんかこうそういう意味で言うと、飛ぶ人飛ばない人、まあ年齢若い人、まあ、ベテラン勢とか、あと実績ある人ない人も含めて、非常にこうバランスよく巡ってくるチャンスだと思いますので、まあ、そういう意味ではベテラン勢に期待したいなと。若手は多分来ると思うんですよ。若手は来ると思うんで、ベテラン勢が来てくれると余計面白いかなっていうところですね。でも多分、でもっておかしいけど、多分の場合ね、当番最後は名のある選手が勝つような気がしますね。ああやっぱりこの人勝ったんだみたいなっていうハッピーエンドになると思います。わかんないけど、まあそういったところも含めて、ぜひ皆さんゴルフネットワークをご覧ください。